ニヤニヤチャンネル。はい、本日からですね、この時刻圏開示を作っていくんです。今回使ってるボードが 5mm、3mm、1.5mm の3種類のコスプレボードを使用しております。ということで、本日から時刻圏開示作ってみた、開始されましたが、これちょっとね、剣モードと槍モードを作るということもあって、これちょっと4月中にその2つのモード作るの無理ちゃうかなと思っております。で、これ使ってる方は、この動画で作った方なので、これを使い出してからかなり作業効率が上がったような気がするので、今後こうやって、以前も出した遠影剣ドロシであったり火炎剣烈火とかを作ろうと考えている方は、ぜひこの先の動画を見てこのカッター作ってみてください。垂直に切れるから武器作る時とかはかなり重宝しております。まあ、マスク作る時とかはあんまり垂直に切るところってないので、あんま活躍してこなかったんですけど、これ武器作る時は垂直に切ることの方が多いので、めちゃくちゃおすすめです。で、今回この剣モードと槍モード2種類作るということで、とりあえず、もちろん剣モードと槍モードの型紙はね違うんですよ。サイズも全然違うので、なので4月は剣モードの型紙を、メンバー限定で公開させていただこうかなと思っております。で、5月が槍モードの型紙を公開させていただくかなと思っておりますので、ぜひ、これね比較的簡単です。遠影剣のロシとか火炎剣烈火よりも簡単に作れたかなと、ここまではね思っておりますので、非常に作りやすい剣ちゃうかなと思っております。まあ、この先どうなるかはちょっとまだ分かんないですけど、現段階ではここまでの形になるまでは比較的簡単でした。なので、非常にイージーな剣ではないかなと思います。簡単な割に見た目かっこいいので、すごいおすすめな剣ですね。はい、ということで、一応ね、これ一応剣部分まで本日作ってお届けさせていただくんですけれども、で、来週が持ち手の部分になるんですけど、これをねどう差し替えるべきか、まあ、マグネットとかでねこうペタってつけて付け替えできるようにしようかなと思ってるんですけど、こうどこにマグネットを押し込もうかなと今考えている最中ではあるんですよ。結構マグネットを4個5個6個ぐらいつけて、結構振っても飛ばないようにしていきたいなと思っております。で、ここまで来て、まずねこれ2枚貼り合わせてます。で、間に太さ直径5ミリの、これはステンレスのパイプかを挟み込みます。で、これやってる時にちょっと気づいたんですけど、僕この真ん中しか芯入れてないんですけど、この三つ股の槍の部分にもこれ絶対このパイプ入れた方がいいですね。これ今やってて横のね部分がピラピラなんですよ、やっぱり芯が入ってないから。なので皆さん作るときはこのまっすぐの真ん中の芯プラスこの三つ股の3本のところにもアルミのパイプを入れることをおすすめしております。だからちょっとね、これは強度で言うとちょっと弱い剣になっちゃったかなと思います。なんか知らんけど今回のこの BGM ちょっと悲しそうな BGM にしちゃいまして、なのでちょっとこっから悲しめな、ちょっとテンション低めな声でお送りしようかなと思っております。で、これ今声を入れているのが4月とかも今日か、公開日に声を入れてるんですけれども、3時半ですね。これをそのまま今日8時に
皆さんにこれ今ね見ていただいてるかなとは思うんですけれども、明日ねちょっとね草野球があって、あのいつもやってる日曜日のね朝のライブがねできないかもしれないんですよね。なのでまた再来週に、ライブは再来週になっちゃうかもしれないんですけれども、あれですね、いやまあいいか、いやできるな、うんしよう、うん何の話をしてんねんって話なんですけれども、まあそんなん言うてる間になんやかんや作業も進んでおりまして、これ剣先をねつけてるんですけれども、まあ型紙の方に色分けして、ここは5ミリを使う、ここは3ミリ、ここは 1.5 ミリを使うんだよって分かりやすく一応作ってますんで、型紙の公開はねまたねちょっとねまだ来週再来週ぐらいになっちゃうかなと思うので、今ねこう型紙公開して一緒の段階で作っていってもやっぱね1週間作業止まってしまうかなと思うので、4月末の方に型紙は公開をさせていただいて、より誰が見ても作れる型紙を作りたいと思ってるので、作りながら型紙をちょっとね修正してとかをやっているので、ちょっとね同時に型紙を公開するとか、結構これリアルタイムで作ってるんですよ。1ヶ月前に作っててとかじゃなくて、ほんまに最近は撮って出してが多いので、この動画もほんまに一昨日ぐらいかな撮った動画なんで、結構パツパツでやらさせていただいております。もうどこよりも早く、結構ね YouTube でこうやって火炎剣劣化とかもね作ってみたってやってる YouTuber さんが非常に多いんですけれども、もうどこよりも早く永遠剣のロシとか もうどこよりも早く出したい。別にね誰と競ってるわけでもないんですけど、こう見ていただいてる方にね少しでも早く見ていただけて、作って一緒に作っていただければなと思ってやってるんで、ほんまにパツパツでやらせていただいてます。なので最近ちょっとね何考察系であったり、スーツアクターさんの動画であったりとかがなかなか撮れてないっていうのが現状なんですけれども、まあ、そっちの方もねいろいろやっていきたいなと思ってるんで、スーツアクターの誰々さんのことが知りたいとか、仮面ライダー過去に出演してた誰々さんって今何してるんだろうなとか、そういうコメントとかもあればぜひしていただければなと思うんですけど、あとプラスで先月ぐらいからグループチャット、 LINE のグループチャットの方を開設しまして、 URL を概要欄に貼ってますので、ちょっとね仮面ライダー好きやけどこっそり好きな方って多いと思うんですね。友達に内緒でとか、あんまりねこう俺仮面ライダー好きやねんっていうのを年頃の男の子女の子が友達に言うのちょっと恥ずかしいと思うんですよ。もう僕の場合はもう振り切ってるんで、みんな友達みんな、あ俺はニヤニヤは仮面ライダーが好きなんだよっていうのを知ってくれてるから別にやりやすいんですけど、それをまだちょっと恥ずかしいなと思ってる人って非常に多いと思うので、そういう人たちのたまり場としてこの LINE のねグループチャットっていうのを作ったので、よかったらすごい仮面ライダーについて、スーパー戦隊について語りたいけど友達がいないって方がいれば、そのグループチャットの方に入ってきていただければなと思います。自分のね LINE のアカウントを使うんですけれども、アイコンと名前をそのチャット用に変えれるので、例えばその個人情報が漏れたりとかっていうのはおそらくないとは思うので、まあ、僕も普段ね友達とやり取りしてる LINE でやってるんですけど、アイコンをこのニヤニヤチャンネルのアイコンで、名前をニヤニーという形で設定できているので、そういった形でみんなと楽しくお話できたらと思います。でまた増えてきたりしたら考察専用の、グループチャット作ってみたり、またこの作ってみたの詳しいみんな、例えばそのメンバーシップの方限定のグループチャットをね作ってみたりして、ここのこの型紙のここってちょっと難しいんですけどどうやったらいいですかとか、そういう質問とか、僕はこういうカッターナイフを使ってるんですけど他に何かおすすめありますかとか、そういうね質問とかもしてしやすいグループを作っていけたらなと思っております。
なので、そういうねグループも何個か作っていこうかなと思っているので、まあね、1個のグループで、仮面ライダーセイバーの考察の話をしたり、前回じゃ話をしたり、作ってみた系の話をするとすごい通知がうざいと思うので、細かくねジャンルを分けして、そういうグループチャットも作っていけたらなと思っておりますので、作ったら随時、動画内でちょこっと告知させていただいたり、インスタであったり、 TikTok はないか、インスタとかで告知させていただけたらなと思っているので、ぜひ、仮面ライダー好きで、いやめちゃめちゃ喋りたいねみんなとって方はぜひ入っていただければなと思います。で今回のところちょっとね見ていただきたい部分とかが結構多かったんで、ちょっと長くなってしまってるんですよね。でここまで見てくれてる人いるかな、ちょっと心配ではあるんですけれども、ここの掘り出しというより、ここが3ミリのボードを使ってるんですけど、ここは完全に3ミリ分切ってくり抜いてます。なのでよりちょっと深い凹凸を作ることができてますね。で今ここポスカで白く塗ったんですけど、もう白い部分を全部掘り出すぐらいやっていただければなと思っております。ここもねこう完全に取っちゃってるんですね。今まで溝を掘ってとかじゃなくて、完全に抜き取っちゃってます。こんな感じで、そうこうやってね、もう大体なんかできてきた感じは。でもうここもちょっとフリーハンドで描いてるんですけど、こんな感じの柄が入ってるんですよ。でここちょっと最近ねツイッターで見つけたタソさんっていう方が 3D プリンターで作っているこれ V カッターっていうのがあるんですけど、これねめちゃくちゃおすすめなんですよ。結構ねソールドアウトしてて、なかなか販売はされてないんですけど、まあタイミングが合えば購入できると思うので、ぜひこれ新アイテムとして取り入れるのはすごいありかなと思いました。めちゃめちゃ楽です。1回で切れるし掘り出せるので、今まで火炎剣劣化とか作ってきて、こういう切り込みを入れるのがね一番手間やったんですけど、その部分がだいぶ時間短縮できたので、制作期間で言ってもかなり短くできるんちゃうかなと思っております。で一応剣部分はこれで完成ということで、次週持ち手の部分かなと思います。そちらの方もちょっとね楽しみにお待ちいただければなと思います。全体的な感じはこんな感じです。ザーッと結構ね細かく見えるんですけど、意外とそんな工程としたら多くないです。ご視聴いただきありがとうございました。今回の内容が面白かったよって方はぜひ高評価とコメントをお願いします。このね、高評価とコメントがめちゃくちゃ励みになってます。ということで、次回をまたお楽しみに。